上に、後続に続く飛行機の光が見えます。東京の夜景、改めてすごいと思いますね。3泊4日の文字への帰省、里帰りはあっという間でした。まあ連日カメラを撮っていただいて、まあまさかこれほど続けて YouTube で動画配信をすることになるとは思いませんでした。本業の武術の映像は一切上げずに、このような、ね、帰省の動画シリーズになってしまいましたが、まあ僕はこれで良かったと思っています。またこの地に降り立って、東京この地で頑張っていこうと思います。この動画を見ていただきどうもありがとうございました。